はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節の働き丸1をお送りします。で、前回までに、単語やったり、その前は文節やったりしてきましたけど、また文節に話は戻るんですが、今回は切り方ではなくて、文節はこういう役割があるんだよと、そういう内容をやっていきます。で、今回はポイントも含めて全部で12問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、ポイントの方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように、今回また文節ね、話としては。で、切るやり方に関してはその文節の前のね、動画を見てほしいんですが、今回まず覚えてほしいのがここ。文節にはね、主に次の5つの働きをします。つまり5つ役割があるんです。この文節はこの役割、この文節はこの役割、みたいな感じでね。で、それがそれぞれ、ほにゃらら語、ほにゃらら語、語、語、語となってますんで、まずこの言葉覚えてください。で、みんながもしね、ノートに問題解いてくれたときに、順番関係ないです。自分のね、俺の好きな順番で書きますけど、それは違くてもね、別に丸にしちゃってください。では、まず一つ目。ちょっとね、書いていきます。一つ目が主語です。主語。聞いたことあると思うけどね。次が述語です。述語。で、三つ目が画数が多いですね。修飾語です。修飾語。で、四つ目が接続語です。接続語。で、五つ目、最後が独立語。この大きく分けてね、この5つの役割になります。で、もちろん修飾語の中にはほにゃらら修飾語、ほにゃらら修飾語みたいな感じで分けることもできるんだけど、まずはこの5つを覚えてください。で、今回この動画で取り上げるのは1番と2番、主語と述語です。そこを取り上げていきます。よし、じゃあ行こうか。で、今回のね、問題、ここの問題は次の文の主語の文節に縦のね、実線で、述語の文節に波線を書いていこうという問題です。いいね。だから主語と述語を探せるようになってほしいんです、今回の動画で。で、まず6番、母が夕食を作るです。で、一応これ中学校国語ということで挙げてるので、英語をね、みんな勉強してるじゃないですか。で、英語でも主語って言うでしょ。で、それと同じです。俺よく英語の時は話の主人公っていう話をするんですけど、つまりこの話の主人公を探すといい。誰の話なのかって。で、今回は母が夕食を作る。なので主人公お母さんだよね、母が。だからその部分、一応文節で分けると、母がね、夕食をね、作るねって切れるので、その中で主語になってるのは母じゃんか。だからここ、母が、これが主語の文節になります。で、述語っていうのは英語で言う動詞に近いです。どっちかというと、つまり母が何をしたのっていう、そこがポイントです。述語として他もあるんですけど。で、今回お母さん何したって、作ったじゃないですか、夕食を。だから作ったので、作る、ここが述語になります。お母さんが作るから、こういうふうに探してください。で、次。虹が大空を彩るんです。いいね。で、ここも一応、じゃ文節切ってみようか。虹がね、大空をね、彩るねとなってます。で、話の主人公何かっていうと、今回虹です。虹が、これですね。が主語になる。で、虹がどうなったのか。彩ったんだよね。だから、彩る。ここが述語になります。で、もう一個だけ言ったら説明するね。次、机の上に本がある。いい？で、今回の話の主人公は机ではなくて本です。あ、文節切るの忘れちゃった。机のね、上にね、本がね、あるねとなってるね。で、本が、これが主人公で、本が何なのか、本があるんだよね。だから、ある、ここが述語になります。で、ここまで来るとちょっとピンとくるかもしれないんですが、
主語を探す時のポイントとして使えるのがやっぱりがです。ほにゃららがって、これが目印になる。でも他もあります。実ははとか、まあ、私はとかのはだね、はとかもこそさえ、まあ、そんな言葉もよく出てくる。でも基本的にがなんだと覚えてください、主語は。いいね。で、述語に関してはさっきも言ったように英語の動詞と似てます、すごく。だからお母さんが何をしたのか、虹が何なのか、あと本が何なのかっていう、そこを見つけるといい。で、他にもそのどうするって以外にもね、何をしたのかって以外にもどんななのかっていう時も述語になります。例えば何がいいかな、じゃあちょっと書いていこうか。これ入るかな。姉は美しい、まあ、綺麗なお姉ちゃんがいるとするじゃないですか。自分のお姉ちゃんが綺麗やと。で、姉は美しいの時の主語は姉はです。で、述語はこの美しいになります。だからお姉ちゃんが何をしたっていうところが基本的に述語になるんですけど、そうじゃなくってお姉ちゃんが何なのか、どんななのかっていう時も述語になる。で、こういうのも覚えてください。これも述語だからね。では話を戻して9番いきましょう。鳥に向かって犬が吠えるです。で、まあね、これもちょっと文節切らずにいっちゃうね、ここからはね。で、主語っていうのは話の主人公は犬がです。ここ犬が何なの？吠えたんだよね。だから吠える、ここが述語になります。ではどんどんいきましょう。公園に子供たちがたくさん集まるんです。ちょっと長いね。けど主人公は何かっていうと子供たちがだよね。ここが主人公、主語になります。で、子供たちが何なの？集まったんだよね。だから集まる、ここが述語になる。いいね。ちょっと下ギリギリごめんね。で、次、私のカバンの中にパンが2つあるんです。で、これもね、私っぽいんですけど、そうじゃない。主人公はこっち、パンです。パンが、まあ、がが目印にするといいよね。で、パンが何なのかっていうと、パンがあるんだよね。だから、ある。これが述語になる。で、最後。緊張のあまり、食事さえ喉を通らない。すごい緊張してる状態だね。で、これどこかなって、ががないなって感じがします。で、さっきも言ったようにが以外にもわとかもとかこそとかさえ、この辺が主語になる。だからもちろんはもこそさえみたいな感じで覚えてくれてもいいです。そうすると今回食事さえ、あ、さえがある、これ主語じゃんって見つけることができます。で、食事さえ何なのか、食事が通らないんです。だからここが動詞じゃない、ごめん、動詞じゃない、述語になります。ただそのはとかもとかこそとかさえがね、テストの時に忘れてしまって出てこないって、そういう時もあるじゃないですか。そしたらそのね、さえって言葉を主語の目印になるがに変えてみる、言葉を。で、意味が通ったら基本的にそれ主語になります。ちょっと読んでみようか。緊張のあまり食事が喉を通らない、これでも OK だよね。だから、がに変えることができるってことは、これが主語なんだと。そういった目印になりますので、こういうね、探し方もしてみてください。で、ここでね、あともう一個覚えてほしいのが、このね、文節には関係って言って、なんとかとなんとかの関係みたいな言葉が出てきます。で、今回、例えば、母がと作るっていうのは、主語と述語でしょ？だから、この二つの関係は何ですかって言われたら、ちょっと横書きでごめんね。主語、述語の関係、まあ、そのまんまかっていうね、と言います。で、これはね、ワークとか教科書によっては、手術の関係と。これ同じ意味です、両方とも。まあ、手術って主語の主と術の術だからね、ちょっと出ようか。の関係。というので、この言葉もぜひ覚えてください。
回この文節とこの文節の関係は何ですかって言われたら主語述語の関係もしくは主述の関係というのね、そこも覚えておきましょう。では今回は中学校国語文節の働き丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回、今回は主語述語終わったので3番目修飾語です。これについて取り上げていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。